洗った。クーラーボックスに何か入ってなかったかな。ルッキー。よいしょー、でっけー。皆さん、じゃあこの試合のストーリーです。お疲れ様です、健坊です。今日は一番すっごいことがありました。早期がいつも買い物をしている柳橋中央市場にクックさんも来ていました。今日クックさんに会えたので本にサインをもらったり、写真も撮ってもらいました。さらに市場の人を通じて早期のことを知っていてくれたようで、なんとお魚をプレゼントしてもらいました。それがこちら。すごい、アドバですね、これ。すごい、はい。お母さん泣いちゃった。お母さん泣いちゃう。頑張ってさばいてね。はい、よし。こちらのお魚がアトランティックサーモンです。そうき、憧れの気まぐれクックさんに実際会ったらさ、緊張して固まって喋れなかったんだよね。はい。でもそしたらクックさんの方からどんなお魚好きなのって聞いてくれて、でそしてで、そうきはサーモンです。なんでかというと、もう顔もなんかちょっと丸っとした感じですごい可愛くて、体の形もすごいシャープで、で好きだから、だからサーモンですって言いました。サーモンですって言ったら、はい、サーモンあるかな、よし探しに行こうって言ってね、うん、一緒に市場を探したんだよね、はい、クックさんと。それでソウキが好きなお魚っていうことで、はい、プレゼントしてくれたんだよね、はい、こちらのアトランティックサーモンをプレゼントしていただきました。ありがとうございます。今日はこちらの頭をかぶせ焼きで、お刺身を作っていきたいと思います。じゃあ、美味しくいただく。まずは、鱗を取ったりで、お腹の中をもっと綺麗にしたりとかしていきます。鱗を描いていく。あー、研ぎづら系だな。めちゃくちゃ飛ぶね。大丈夫ですか、カメラさんは。はい、なんとか。そしたら鱗つくかも。僕をきれいにして水切れを取りました。じゃあいよいよさばいていきます。じゃあまず頭を落とします。サーモンだ。すごい、きれい。すごい。初めてだからね。すごい、このさ、断面がさ、すげえ、めちゃくちゃない。刺しっていうの、この白い筋、脂がすごそう。チロンチロンチロン、そしてこういう感じで、こういう感じで、コロリンコロリン、ごめんね。よいしょよいしょ。まずこっちをハサミさん、いけ、き、すごい身もね、すごい、すごい綺麗な色。これは身の方も楽しみだね。楽しみだね。頭が取れたので、次は3枚におろしていきます。台をずらして、私から一回ちょっとこういう感じで作って一回ぐらい作って、
の方に包丁を入れていく。すげえ。すげえ。反対は。続いては背側。こっちをこう丸めてこういう感じでやっていきます。大きすぎて移動しないと。移動しないと。さあ、身は柔らかい？柔らかい。一回ここまで包丁入れるか。崩れちゃう、崩れちゃう。やばい。むずい。わかる？早期ライン。大きすぎて。効果分かった。また一個背骨に当たってる。こっからもいいわ。あれ、なんか違う。待って、ちょっと下行きすぎた。あ、そうか、あった、見えた、見えた、ここだ。よし、頑張れ。ここからあとは硬いのが見えるが、ここはどこだ。なんかこれ踏み切ってる俺。頑張れ。難しい、大丈夫？こっからここ合ってる。そうか。こうしてと。よし、こそ。うわ、最悪。一回ちょっと、これはもうスプーンで書けばいいわ。スプーンで描いてこのままガブ。まずこの、まずはきれいに魚をさばく。それが一番や。何やってんの。あ、そうか。よし、わかったぞ。わかった。こっからこうだ。うわ、ごめんな、めっちゃボロボロになってる。手止めのところができる。苦い。どうしよう。あ、一回ここで落としちゃう。これでよいしょ。おお。どう？6点。え？6点。6点？うまくいかんかった？これが現実なんで。初めてこのサイズのサーモン、とりあえずさばききろう。さばききろう。中骨を取っていきます。まず一回ここの腹骨をここら辺まで切り落としちゃって。気をつけてね。ゆっくりゆっくり。おお、見せ。食えました。根の骨を取っていきます。
回切り落として、おー、で一回一つ、もう一つ、よし、一人だ。あとはちょっとこっちの目を少し取るぐらい、うん、であとはこの身をこうして、腹の方も、取れました。でかいね。こちらがフィーレ状です。腹骨をすいていきます。腹骨でかいね。でかい。すごい油だね。一回ここをお爪に落として。じゃあもう油がめちゃくちゃすごい。うわ。でっかい。でっかい。で、こっちはもう油まみれなんで。ハラモってやつ？ハラモです。まあ、要するにハラスかな。それは塩焼き？はい、塩焼きとかそういう方に入れてます。油がすごいから、油がもうギッとリと、いや、うっとい骨があるんで抜いていきます。うっといて長いで、なんて爪楊枝ぐらいはない。まずはここを半分にして、こっちは普通に料理をで作れるように取っておきます。で、今日はこっちをお刺身にしていきます。よいしょ。よいしょ。そっちじゃあさ、切り身にしちゃってよ。よいしょと。じゃあお刺身の方さばいていきます。まず拳と目節に分ける。拳と目節どっちか、この腹の方を目節、こっちの背中の方を大節。幅が太くて皮が引きづらそうなので、また半分に切ります。よし、皮を引いていきます。どうかな、いくよ、うん、まず皮に油がギッとギッとこれ炙って、おお、どう、パッチ引きやすい、めっちゃ引きやすい。油ギッとギッとだから
逆に滑りやすい。なんか滑ってつるんってなっちゃう。逆に持ちづらい。油すごすぎて。うまそう。いやこれめちゃくちゃうまくできてる。本当だね。ギンギラがついてるね。ギンギラにいいよ。よっしゃ。残りもお願いします。残りも頑張っていこう。続いて頭の処理をしていきます。まず頭をカブト割りに割っていきます。お、入ってくね。本当だ、柔らかいんだ。あれ、これどうすればいいんだ。ここはハサミ。うん。こうして。あ、いける。うわ。エラーを。ちょっと。あとは、この中をきれいにしていきます。頭の処理、終わりました。塩振っていきます。こうやってまんべんなく、塩振りを。塩で裏側向けて、塩が触れたので少し置いておきます。塩をなじませてる間にこちらサウナの柵をやっていきましょう。きれいですけど、ちょっと柵がでかすぎるので半分にカット。切り分ける前にこちらつまで土台を作っていきましょう。いつもよりなぜかつまが太いですね。なんででしょうね。これ今日ねスライサーでじゃなく千切りでやったので高さをつける感じで、よし、いよいよ切り上げてみます。よし、盛り付けしていきます。よし、パッと、でここにも少し経ったので焼いていきます。
完成しました。いただきます。本当にお疲れ様。うまそう。いただきます。見てるだけで油トロトロっていうのがすごい伝わってくるもんね。いただきます。今度はこちらの四角いバージョン、やります。こっちは油の重すぎなくてすごい食感味わい、サクサクしながらすごい柔らかい。めっちゃうまい。続きまして塩焼き。じゃあこちらの釜の上の方いただきます。すごいスパッと入ってくる。いただきます。うまっ。どんな感じ？こっちも変わらなく油トロトロで、すごいふわふわした感じで、塩がよく効いてるね。てらうまい。なんでらうまい？こっちもめっちゃうまい。マジでてらうまい。すごいわ。めっちゃうまい。そういい。なんかあのブスの状態で塩焼きは何回も食べてるんですけど、それも美味しいんだけど。また頭って初めて食べるんですけど、こんな美味しいんだ。なんか普通のぶつ切りの塩焼きとはまた違う美味しさがある。めっちゃ美味しかった。お刺身も油トロトロで溶けていった。まだたくさん残ってるんですけど、はい、ソウキさんがペロッと食べちゃう前に、はい、私たちもいただいていいですか？はい。じゃあ家族みんなで食べていきます。ゴー。ごちそうさまでした。よかった。今回もうまかったね。めっちゃうまかったね。さばいてみた感想は、お尻の方を入れるのは簡単だったんですけど、丸めて背中の方を入れるところがちょっとどこだけどこだけって なっちゃって、うまくはいかなかったんですけど、これも勉強になりましたんでね。この経験を生かしてね、はい、このラインはダメだからもうちょっと上に行ってみようとか、そういうのもね意識して、で今度も挑戦していきたいと思います。今年の目標の一つだった大きい魚をさばくっていう目標が一個叶えましたね。ソウキにとって特別な経験と特別なお魚になったね。はい。ソウキがお魚をさばくきっかけになった、はい、気まぐれクックさんからサインや写真だけじゃなくてお魚までプレゼントしていただいて、ね、大きなお魚をさばく挑戦をできました。はい、クックさんありがとうございます。クックさんと市場一緒に歩いてどんな気持ちだった？すごい緊張したりドキドキしちゃったんですけど、すごい楽しかったし嬉しかったですね。すごいいい経験になりました。嬉しいね。今回クックさんの方から、早期にお話ししてくれたんだけど、大々さんや大臣さんや市場の皆さんが、早期のことを伝えて繋いでくれたから、はい、本当に市場の皆さんにすごい感謝だね。はい、いつも早期が市場に行くとすごい喋りかけてくれたり、すごいいろんなことを教えてくれて、すごい市場のに行くのがすごく楽しいし幸せです。ありがとうございます。これからもういっぱい市場行くのでよろしくお願いします。これからもいろんなお魚をさばいて、いろんな経験を積んで、はい、お魚の魅力を伝えられる人になっていきましょう。はい。じゃあ今日はここまで。また見てね。友達のグッドボタン、高評価、チャンネル登録もお願いします。じゃあ、バイバイ。